近畿大学ランニングバック清水大和さんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いいたします。まず、本日の試合について率直な感想をお聞かせください。はい、まあ、やっぱりこう感覚さんとの、まあ、差が結構大きくて、まあ、僕たちの力不足だと思ってます。はい、ありがとうございます。本日の試合、先ほどもあった通り、関西学院大学に対してなかなか得点ができず非常に悔しい思いをされたと思います。本日の試合の敗因について、原因は何だったのかというふうについてちょっとお聞かせいただけますでしょうか。はい、やっぱりこう日頃からの、まあ、練習の細かい部分の突き詰めだったりだとか、まあ、そういったプライドとか、まあ、そういったところが僕らには足りなかったかなと思ってます。はい、ありがとうございます。最後に、近大ビッグブルーをいつも応援してくださっているサポーターの方々に向けて何か一言お願いいたします。はい、いつも応援ありがとうございます。次の試合、勝てるように本当にこう部員一同必死にやっていきますので応援よろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。